はい、今回はアメリカ国内経済のやばい動き、こちらについて考えてお伝えしていこうと思います。今回もよろしくお願いいたします。まあこの日本のことを考えるにはですね、欠かすことのできないこのアメリカの動きなんですが、まあいろんな情報があるんですけど、まあちょっとだいぶですね、もうアメリカって経済的にやばいなっていう話なんですよ。で、日本のこともちょっと関係してくるかなと思うんで、まあそちらのところ分かる限りの情報と、まあ、解釈とで、まあね、別に僕たちは、まあ、どういうふうに、まあ、考えればいいのかっていう、そういったことを、まあ、お伝えしていこうと思いますので、今回もよろしくお願いいたします。まずですね、このような、まあ、情報っていうか投稿があるんですよ。で、おそらく多分この話っていうのは、まあ、本当だと思うんですよね。ただね、まあなんていうのかな、その真偽を確認しようがないから、ただまあ本当であると、その前後の話の脈絡で本当であると考えられるんですよ。まずどういうことかっていうとね、こういうことなんですね。アメリカ人が2週間前に2022年の税金を申告したしました。アメリカ人が支払った税金の半分がすでに使われている。米国財務省が発表したデータによると、米国政府は最後の1880億ドルまで減っていますと、まあ、こういったことがあるんですね。こんなことあるわけないじゃないかって思うかもしれないんですが、全然あり得る話なんですよ。なんでこういうことがわからないのかっていうことがね、まあ、非常に難しいことなんですが、今回ですね、アメリカっていうのはもうほぼ経済破綻をしてるんですが、その経済破綻がなんていうのかな、ものすごいわけですよ。リーマンショックをもうすでに超えてるっていうことなんですが、まあ、それをこうなんていうのかな、必死に隠してるっていうか、必死にこう水面下に、まあ、抑え込んで表側に出てこないようにしてるんですけど、まあ、こういったことがわかると。で、まあ、ちょっとこのね、税金が半分まで使われてるっていう話 で日本もですね、ちょっと税金とは違うんですけど、まあ、年金に関して、ちょっとね、懸念する話が、考えられるんですよ。日本の内閣総理大臣の安倍晋三って言いますが、安倍晋三がですね、年金を投資したんですね。で、結構年金を投資してすり減らしたんですよ。だから日本の年金っていうのも減っている、どこまで減っているかっていうのは分からないんですが、減っている可能性っていうのがあるんですね。で、何かのコンテンツでリスナーの方がね、教えていただいたんですが、年金をもらえなくて困っているとかっていうことなんで、いやいや、普通に考えてもらえるわけじゃないですか。それがもらえないってことは、年金をすり減らした、年金を溶かした、この米国の税金と同じような構造をとっている可能性っていうのがあるんですよね。あくまで本当のことっていうのは僕らには分かりませんが、そういったおかしいことがあると。で、アメリカっていうのは6月1日、もうあと1ヶ月弱ですけど、6月1日にね、もう経済破綻する可能性があるっていうことが、まあ、言われてるんですよ。なんでかっていうと、こういったことが言われてるからです。イエレン財務長官は、早ければ6月1日に債務不履行が起こる可能性があると。アメリカ国債の債務不履行が確定であると。まあ言ってしまえば、この話って難しいんですよ。別に僕も もちろん本当のことわからないし、今回のこの件っていうのは、その経済学者とかもわからないっていうことが言われてるんですね。で、このイエレンっていうね、この FRB の財務長官が、この米国の財務上限が引き上げられない限り、6月1日までに、まあ、どうにもならないということなんですよね。で、多分、そうなると思うんですよ。で、そのアメリカっていうのは、そのペトロダラー体制っていうね、国内のドルの動きっていうのもそうなんですが、世界的にドルを使って世界の基軸通貨にしていたものがですね、世界の基軸通貨ドルが外れたんで、アメリカって今信用を失ったんですよ、世界から。信用、信頼をね。だからもう破綻していく道しかないと思うんですね。アメリカの国内で経済が回っていても世界で回らない、っていうこともそうだし、でもっと言うと、アメリカの国内でも経済回らないんですよ。で、今の時点で、もうこの時点でですよ、アメリカ銀行がいくつか破綻した時点で、リーマンショック超えっていうことなんで、もうはっきり言ってどうにもならないじゃないですか、混乱してしまって。で、さらに、そのアメリカの銀行の破綻というのは、まだまだここから、まあ、続いていくっていうことが言われてるんですね。で、次、一番、その銀行で破綻する可能性がある銀行が、パックウエストっていうところで、なんと株価が 50% 以上下がってるということで、もうこれも終わりじゃないですか。普通に株価が 50% 以上下がるって意味わかんないですからね。で、こういった、まあ、
世界のペトロダラー体制、ドル基軸通貨から外れたり、アメリカの国内で、厳しい展開になっているんですが、FRB というのはまだ利上げをしていると。だからこういった状況において、することっていうのが経済的にもおかしいし、説明がつかないんですよ、はっきり言って。で、まあ、ね、世の中に頭のいい経済学者が いるんで、そういった経済学者がいろいろ考えるんですが、経済学者の間でも何がどうなってるかもわからない、って言われてるんですね。もちろん僕にもわからないですよ。で、強いて、それをわかる手がかりっていうのがあるんですよ。 なぜわからないのかっていう話なんですが、アメリカっていう国にはですね、まあその、まあ、皆さんもご存知だと思いますが、物事を表側で動かしている人とは別に裏側に動かしている人たちっていうのがいるんですよ。まあ米軍ね、あるいはまあ D の S とかっていう、そういったもの、裏側で物事を決定している者たちなんですが、実はその D の S は何をしてるのかって話なんですね。D の S も当然こういった経済、ショックを受けて、どうにも立ち行かなくなっているんですよ。で、本当かな、どうかなとかって思うじゃないですか。で、まあこれっていうのはまあネットの、まあ、情報、まあ噂なんで、もしかしたら間違ってるかもしれないんですが、こういうことがまあ言われてるんですよね。まあ、その D の S ですね、そのアメリカの裏側にいる者たちっていうのは、アメリカの国内経済、まあ、ドルがもうどうにもならなくなって、立ち行かなくなって、もう どうしようもなくなって、で、もう逃げ出したとかっていう話があるんですよ。で、アメリカから逃げ出して どうしたんだ、どこに行ったのかっていうと、なんとね、日本に逃げ出したんじゃないか、日本に来てるんじゃないかって。日本には横田基地ってありますね。うん、横田基地ってその、まあ、米軍の管理下なんで、そこにその裏側の者たちがいる可能性っていうのがあるんですよ。だからまあ D の S っていうね、そういったものが日本の横田にいる可能性っていうのが全然考えられるんですよ。で、なんでその D の S が逃げたかっていうことも、それに関しては説明がつくんですよ。今までは金融においてアメリカが絶対的優位、ペトロダラー体制、ドルが世界の中心にいたが、世界の中心からドルが外れて、その D の S もね、金融にまあうまみ乗っかれなくなったと。で、世界の経済に中心っていうのはアメリカ、西側、NATO ではなく BRICS っていうね、ロシアとか中国とかインド、そっち側の方に移っていってしまったんで、D の S もどうにも経済活動がもうできないわけですよ、自分たちがね。うん、だからアメリカの表側っていうのは、表側から見て破綻していく、銀行破綻をしていくとか、アメリカ国民の税金を、まあ、全て、ね、納めたものの半分を使ってしまうとか、あと例えばね、銀行、不動産、自動車、そういった産業全般が崩壊してしまうと。で、その裏側にいて、まあ、うまみを吸っていた者たちも、お金がもう、回れなくなってしまう、うん、っていうことで、日本の横田基地に逃げ込んでしまうとかね、そういったことがあって、全然それっていうのは僕はあるんじゃないかと思うんですよ。その、まあ、D の S っていうものが分かりませんけど、正体がね、うん、まあ、その米軍でしょうから。うん、だから、まずこれらのことを総合的に考えると、もちろんはっきりとったのは分かりませんが、あともう1ヶ月ぐらいかな、アメリカ2023年6月に経済崩壊っていう、その説っていうのが有力になってきた。そしていつか分かりませんが、アメリカが転んだら日本も同時に転びますから、その後日本が転んでいくっていうことですね。で、日本というのは何が大きな懸念材料かっていうと、米国債っていうね、アメリカの、まあ、国債ですよ、うん、それを日本は世界で一番持ってるんですよ。今アメリカの経済が破綻する、もうアメリカがね崩壊するっていうことになったら、米国債って無価値なんですよ。もう紙くずで使いようがないんですよ。それを日本は大量に抱えてるんで、アメリカ経済ご破産とともに日本経済もご破産する。日本は時間の問題で、経済が崩壊してしまうっていう、まあ、そういった話ですね。うん、だから僕たちっていうのは、前もお伝えしましたが、こういった物事をどうにも回避しようがないんで、うん、だから経済崩壊した後に再び、立ち上がる再生の時に向かって、まあ、準備するなり、そういうことを考えていった方がいいと思うんですよ。だからこういう話っていうのは難しいし、ね、おそらくまあ僕にも分からない、誰にも分からないんですけど、まあ、これがおそらく世界のその今の金融の動きだと思います。だから僕とか、まあ、リスナー様が過ごしている、この今の時代っていうのはですね、うん、まあ、1929年とかそういうこともそうだし、このリーマンショック超えとか、そういう著しく経済がすごく動く時代に生きてるんですよ。だからまあこういったまあ難しい話なんですが、まあ、僕の話がね、全部正しいとかそんなことは言いませんけど、まあ、何かしら合ってるところもあるでしょうし、まあ、何かのご参考になっていただければと思います。で、別にね、
この話をして、落ち込むとかそういうことを言ってるわけじゃないんでね、まあ、これっていうのはこういうもう動かせないものなんで、まあ、こうなるんだろうなと思いながら、まあ、僕もリスナー様もですね、その後に向かって明るく前向きに、まあ、過ごしていける、まあ、そういうまあことを願って、お伝えしていきます。だからアメリカが崩壊したら日本も崩壊するのは経済崩壊っていうのは避けられないんで、それをどうのこうのっていうよりもその後にね、どう過ごしていくかっていうことを考える、前向きに、明るく建設的に考えることが大切なんじゃないかと、まあ、思います。ということで、何かご参考になっていただけるものがあれば何よりです。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。失礼いたします。